ミスター Z のゲームスタジオ。どうも、ミスター Z です。はい、今回ですね、はい、皆さん、これじゃないや。見てください、これ、近日登場。はい、2020年8月5日、明日ですね。この明日にね、やっとね、車がね、追加されるということで、はい、皆さんお待ちかねね、これ車いいっしょ、これ名前が怖いだけじゃない、こいつは暴れん坊だ。まあね、名前がなんか結構怖いらしいんですよ、これ。なんか日本語に訳すと、なんか結構なんか闇深ななんか意味らしいんですよね、これ、この名前で。次ね、はい、めちゃめちゃ僕楽しみにしてるビッグイベントがあるんです。それがこちら、ドン。はい、皆さん見てください、イエーイ、米津さん、うん、米津玄師パーティーロイヤル。はい、8月7日、午後8時、ジャスト、あれだよね、うん、8月7日に米津さんのイベントがパーティーロイヤル のメインステージで開始されるということですね。まあ非常に楽しみですね、これね、絶対もう僕ね見に行きます。はい、まあね、動画にはできないけどね、無断転載になるから。まあ一応ちょっとパーティーロイヤル行ってみましょう。ちょっとね、パーティーロイヤル行ったことない人とかも多分なんかいるかもしれないから、うん、でもあんまりね、あんまり僕のチャンネル人気じゃないんでね、あんまりね多分なんか当てにされないと思います。じゃあ行ってみよう。はい、どうも、パーティーロイヤル到着しました、イエーイ。はーい、まあこんな感じですね、パーティーロイヤル。うん、なんかバトルロイヤルとは違ってね、みんなでね、集まって、いろんな人と集まってね、一緒になんかエモートしたり楽しもうっていうイベントですね。はい、ちょっと待って、こいつ車でちょっと、おい、メインステージまで送ってくれな、おい。あかん、このタクシードライバー、あかん、このタクシードライバーダメだわ。よーし、まあね、パーティーロイヤルのマップこんな感じになってるんですけど、米津さんのライブがある場所はこちらです、こちらのここメインステージ、はい、ここです。おっと、なんか誰かピン刺したとか関係ないぞ。で、なんか映画とかあるのはね、どこやったっけ、ビッグスクリーンって場所、どこビッグスクリーン、あったここっすね、うん、はい、ここでございます。はーい、さて、てかこれさ、ピンクのピンさ、自分のやったわ。誰かピンさせてくれとか言うとったけど、これ俺のやったわ。よーし。まあね、まだね、何の変哲もないんですけど、このね、パーティーロイヤルのメインステージ。でね、8月7日にな、7日の、午後の8時になるとね、はい、こちらにね、ビッグなね、スクリーンで、ビッグスクリーンちゃうけどね。ビッグなスクリーンでね、米津さんがね、映って、それでね、みんなでね、盛り上がろうという。いやー、でもね、よかったね、そういうイベントできてくれて。米津玄師さんのライブにさ、なんか、だって、中止になったよね、コロナで。コロナで中止になって、で、なんか、その、代わりに、なんか、このね、このパーティーロイヤルでみんな、なんかみんなと集まりたいって、そういうね、思いがね、込められているそうです。すごい。いいじゃん。てか、なんか動かれへんねんけど、なんでや。動けねえぞ。はーい。まあ、これがね、一番の楽しみでございまする。まあ、車も結構楽しみなんやけどね。うん。なんか動かれへん。他の人動けてんのこれ。他の人どうや。あ、他の人も動けてない。なんでや。トラブル発生か。パーティーロイヤルでトラブル発生？まさかの。まあね、これね、結構ね、いいイベントでございますよ、これ。だってさ、あれ普通の米津さんのライブだとね、抽選でしか入れないですよ。なんか、CD みたいなの買って、それで、なんか、応募して、当たったらいけるみたいな感じの。でもこれはね、ほんまに、フォートナイトやってる人全員やからね。まあ、フォートナイトやってない方も、無料で始めれるから、フォートナイト。それで、無料で、ね、ライブを見れると。いいね。お、なんかトマト打ってたぞ。つか俺ずっと動かれへんねんけど。じゃあみんなどう？トラブル発生？まさか。まさかのトラブル発生か。マジか。
まあね、まあ、車のね、車のね、やったら、車ね、出てきたら、動画撮りますんで、皆さん、お楽しみに、待っていてください。おっと、なんか飛ばされたぞ。なんかエラーかな？エラー？エラー？まさかのエラー？あー、やっぱり問題が発生してエラーか。やっぱり。はい、ということで、今回は、このね、イベントと、で、あと、車のね、なんか、車がもうすぐ来るよっていう紹介の動画でした。はい。ということで、チャンネル登録をさせてお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you again!